で、新チャンネルを作ることになりました。音の長期記憶を作る外国語教材というチャンネル名です。で、このチャンネルは純粋に教材をアップロードします。で、今考えてるのは日本語、英語、中国語で、そのうちベトナム語とか韓国語とかいろいろやってきますけど、まずとりあえず英中日の教材をどんどん上げていきます。で、この教材をとにかく聞くことによって音の長期記憶を形成するっていう、そういう趣旨のチャンネルです。